たじゃじゃん、すぬがさないで伝えよう、届いてたらよ、気づいてるのに。
告知させていただこうと思います。はい、の前に、あ、ゆりちゃんでした。お願いします。ゆりちゃん。私たち、毎度毎度やね。毎度、全員のサイン入り色紙をプレゼントしております。やったと、これを渡す人なんですけど、5月誕生日の人手挙げて、はい、はい、あ、そっか、メンバーではなく、あら、お、あ、嘘、ナッピ、お、お、5月生まれ、5月、4、ゆりが20日なので、あ、そう、嘘ついて嘘ついて、21日なので自分の誕生日間違えちゃった21日なので、21日に一番近い人にしよっかなって思います。はい、じゃあ皆さん、22? 22? おお、ちょっと待って、あの方は、あ、ちょっと待って、僕は、僕は、僕どこに、僕、あれ、僕そこにいる、あれ違うの、違った、違った、今日もう22日の人は何日ですか、もう22だよ、じゃあすごい、22、おさて、おめでとうございます、ハッピーバースデーでございますので、ありがとうございます、ぜひ飾っていただいて、ね、すごくない、すごいね、わぁ、すごくない、ねぇ、ねね、今日、今、今、あ、ね、今ですか、泣いた、ハッピーバースデー、いいお誕生日にしてください、ありがとうございます。それでは告知をさせていただきます、はい、どうぞ、いいですか、いいよ、はい、私の誕生日パーティーが6月18日にオンス DT さん DTBLD さんにて、うん、ライブをしますので、皆さん遊びに来てください。チケットは今交渉中で、とっても安くしたいから、あら、頑張れ、だからみんな、ま、買ってね、お願いします。そして私たち東京アイドルフェスティバルとアイドルコロシアム2つの審査に参加しております、アイドルコロシアムは今週の日曜日なんですよ、あとね、あさって、なので皆さんちょっとぜひツイッターの方で詳細確認して、してください。で、応援よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そして私たち8月31日になんと初ワンマンライブ決定してます、場所がヤバ町の松坂屋さんの下のレニーリミテッドさんで行いますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください、お願いします、お願いします。そしてこの後、この後そちらの外出た向こうに行ったところのテラスで特典会をやらせていただきます。そこではね、あの写真を撮ったりできるんですけど、あのツイッターかインスタのフォローしていただくと誰でも1枚写メ撮れますし、あと初めましての人は1枚特典券プレゼントできるので、あのチェキとかも撮れたりするので、よかったらお話ししに来てください、よろしくお願いします、よろしくお願いします。18歳のより最後だよ、ね、なんか予告、ね、あ、死ねもやっちゃいなよ、うん、そのままえやっちゃいなよ、あ、言う、わかった、なんか言って、今年もプリンセスストーリー、今年もなんて言えばいい、なんて言ったらいいの、わからない、これからも19歳も、プリンセスストーリー頑張っていくので、応援のほどよろしくお願いします、お願いします。それでは以上、私たちプリンセスストーリーでした、ありがとうございました。